関西最高齢の現役浪曲師、京山小円城さんで赤垣源蔵徳利の別れ。曲師は沢村さくらさんです。時元禄の15年うん今日は師走の14日、今宵に迫る討ち入りに、せめてこの世の糸まごい、芝神仙座脇坂甲の神屋敷、兄を訪ねて源蔵が、名残を惜しむ、雪の宵。おすい、兄上にはまだお帰りではないらしいよ。姉上には持病の尺、これではどうにもならぬ。今お兄上の門腹においとまごいの挨拶をして、お流れ一つ頂戴した。これがせめてもの心の慰め。じゃ拙者もそろそろおいとまをいただこう。あれ、源蔵様、もうお帰りでござりますか。定めの時刻に定めの場所で会わねばならぬ人がある。お杉、くれぐれもお兄上に会わずに帰るが残念じゃと、返す返すも伝えてくれよ。はい、かしこまりましてござります。名残は尽きぬ、兄の家。された玄関へカッパをまとい、かささげて、ご門を入れて振り返りゃ、名札は塩山伊左衛門、兄が自筆の筆の跡、これがこの世の見納めか思えば、一度の胸迫り、今降り積もる白雪が溶けて、流れる、涙、
川。旦那様、お帰り遊ばしませ。出迎えたいんや。部屋へ入って衣服を改め。マキ、今日はどなたもお見えにはならなかったかの。何、玄蔵が。そうかそうか、弟が来たと申すか。久しく顔を見せぬゆえ、また酒の上で間違いでも起こしているのでなかろうかと案じていた。マキ、そなた玄蔵に大手やってくれましたか。はい、あいにくの尺で失礼よ。マキ、そなた玄蔵が来るたびごとに尺が起こるようじゃの。そちたちは玄蔵が来るたびごとにやれ大酒飲みじゃ、また能なしじゃと陰口を叩くが、そうしたものでもあろうまい。玄蔵には玄蔵の良さがある。わしにとってはたった一人の可愛い弟じゃ。わしにとっても弟なら、そなたにとっても義理ある弟。わしがとことの情けより、そなたが優しい一言をかけてやってくれたなら、現像ばかりかこのわしがどれほど嬉しい。ことじゃあろういつにない愚痴が出た。マキ、そなた気分が優れぬなら下がって休むがよかろうぞ。おお、すい、そちと玄蔵は仲良しじゃ。そちは玄蔵に大手やってくれたのか。はい、私がお目にかかりました。それはよかった。して飲んだくれの玄蔵のことじゃ。定めしボロをまとうて来たのであろう。いいえ旦那様、今日の玄蔵様はそれはもう立派なお姿、いつもの玄蔵様ではござりませんの。なんだこれが、えろまためかしてきよったものじゃ。してなんとか申していたかの。何でも西国のお大名に仕官がかない、明日は本国へお供して参らねばならぬ。おいとまごいをしたいのじゃが、ご不在なればぜひもなし。兄上の門腹を貸せとおっしゃいますので、門付きのお羽織を持ってまいりましたら、そのお羽織の前にご持参の酒をなみなみとついで、ご自分が一口お召し上がりになりまして、そして杉を残して帰るとくりの酒、寝酒にお上がりくださるようと、あのとっくりでござります。それからなんとか申せしか。はい、くれぐれも兄上に会わずに帰るが残念じゃと、返す返すも伝えてくれい。そして杉を達者で暮らせよと、何やら涙ぐんでおられたようでござりました。残して帰るとくりの酒、寝酒にお上がりくださるよう会わずに帰るが残念とね。はてな、読めた。
杉、そちは下がってよかろうぞと、お杉を避けたその後で、愛のからかみぴったとしめ、人は来ぬかと様子を伺い、貧乏どくりの前、兄が弟に両の手をついて下座。しげ方、そちゃ会いたかったであろう。会わずに帰ったそちよりも、会わさず返した伊左衛門の胸の内をさしてくれい。大酒飲みよと笑わは笑え、それは世間の人の口、拙者のためにはそちゃたった一人のかわいい弟じゃもの。お仕事のためメイドへ行くこと知っておれば、兄は今日はどこへも行かず、選別一つやりたいものがあったものにと、虫が知らすか伊左衛門、地肉を分けた兄弟なら貧乏独りを膝の上へ。そちも拙者の弟であろう。現在とくりに口やりながら、なで一言でも物言われぬと、それをねだけに飲まれたが、ただなんとなく寝苦しく寝られぬままに夜が更けるられないのも当たり前、さぞ今頃は松坂城、吉良の屋敷に打ち入りなし、地肉を分けた弟が眠られませぬも、無理はなあし。寝られぬままに夜が明ける。にわかに外が騒がしく、窓下通る人の声、見たか聞いたか昨夜の騒動。ところは本庄の松坂町、吉良の屋敷へ押し込んで、朝の浪士が40と斜め、めでたく主君の仇討って柴田が、縄の千学寺今引き上げの道すがら、仙台屋敷に立ち寄って、かゆの地層になるという、からと大和にまた途絶え、忠義な人の姿を拝んで、置けばどっちの世までの語りうさ、それゆけやれゆけ孫も今だとけ、やらぬ雪の道下駄裏手を置いたって、バップしたて雪を下駄でてたったザクザクザク行く様子、表で騒ぐ人声に、ガバトのどこから花を来た伊左衛門、寝巻きのままで表口、市助おらぬか、市助、市助、おー市助、今窓下を駆け行くし、人の話では、昨夜本庄松坂町、吉良の屋敷に赤穂浪士が40何人打ち入って、見事に本会遂げて引き上げの道中、仙台様のお屋敷でかゆの地層になっているとのこと、気にかかるは弟玄宗のことじゃ、その方徳掛さんじて見届けばいれよ。待て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 市助、もしも赤穂浪士の中に弟と玄宗をおったるときは、近所隣に聞こえるように大きな声で戻ってまいれ。よいか、
おらない時には伊左衛門の耳のそばで賢三様はおりませぬと小さな声で聞かしてくれよ心得ましたと一助が駆けつけ来ましたしばし先座先代この上屋敷御門の外は人の山それを仕分け前に出て松間ひどらく御門が開く内よりいずるはこのおろしおいし親子先頭に五人十人十五人賢三様のお姿が見えあの飲んだくれの賢三様じゃからなもしこの中におられなんだら仏のようなこちの旦那様世間様に申し訳がないとお腹めさるるかもしれん、兄貴殺しの現像め嫌がって入図も四十人最後の列の右側に横川官兵舟乗りと二人並んで現れた昨夜の働き様にく敵の帰り地見浴びて名も赤ガキにふさわしく血潮まだらの勇ましさ姿眺めて一助が夢じゃないかと駆け寄ってけ玄三様一助玄三様お出かしなされましたお出かしなされました玄三様えらいことをなされましたなさそっちの用事は済みました家帰りましょう塩山の旦那様がうちでお待ちかねでござりますもと一助天下のご法に背いた我ら生きて再び兄上には会えぬそなたに会えて何よりじゃこの襟印は玄三がしたためたもの兄上に形見の品じゃと私申してくれまたこれなる印籠は姉上への形見中の薬は釈の妙薬お体を大切にとの行きつけさらばじゃ玄三様ちょっと待ってちょっと待ってもうしたこともうしたこと聞き残したことがある玄三様玄三様遅れてならじとまた駆け出し曲がり角にて後振り向いてにっこり笑ってまた駆け出す一直線涙で帰る一助が旦那様旦那様一助どうであったおい旦那様忘れてましたちょっと待って表へ飛び出し大きな声で旦那様赤穂浪士の中に弟玄三様おられましたぞおったか玄三がおられましたともおられましたともこの襟印は玄三様がしたためたもの旦那様へのお形見ともう一つござりますこの印籠は奥様への形見中の薬は釈の妙薬お体を大切にとのおことづけでござりました
国方はたまりかね、あわる方現像どもまことの心を見抜かれず、異語と重ねしご無礼をどうぞ許してくだされと、涙で受け取る印籠、共に涙のいざえもん、雪の明日あの梅雨しぐれ。やがてこのこと脇坂このお耳に入る、現状名残の徳利をもってと貧乏どくりが脇坂このお目通り、これがお家の宝となって、後年よもの真顔が賛をするとっくり、口よりそれと言わねども、昔思えば涙こぼるるとっくりの口よりそれと言わねども昔思えば涙こぼる。